向こう町から聞いてますけど、その配信でしたね。正解が出るのか完璧までなのかというところでいくと、今日はとても良いんじゃないかというふうにまた見えてしまいますけど、まあそうですね、配信でしたね。その一着だけど、天田さんが来たところがやっぱりそのあれポイントかなという、多分どうなんですかね、あのスッとそのまんま話してった上をついていくっていうのが、多分ほとんどのやっぱ見てしまうところがあるんですよ、はい、合わされるかできるかみたいな、できるかなと思ったら仕掛けるんですけど、その時には多分遅いと思ったから、松浦もおったし、三三だし、とりあえず追い上げて、もうあんま見ずに追いすって行こうと思いましたね。で一旦ちょっとホームで松浦さんに絡まれつつ、あれでちょっと止まりましたね、まあ、止まったけど下り使ってたんで、なかったらもっと盛り上がってるじゃないですか。いやぶち切ったかなという感じもあるんでしょうけど、まあ、その分話したことはワンツーに、あとりあえず良かったです、はい。でその完璧に近いぐらいではいいんですか。でもなんかどうですかね、向こう町の時よりはまあ断然じゃないですけど、いいとは思って入ってきたんで、本当昨日がめちゃくちゃ悔しかったし、まあね、あの誰でした、ゆきか、あまあゆうちゃんなんですけど、まあああいうレースするなら僕が前の方がやっぱ良かったっすね。だからすげえ悔しかったんで、ラインが本当にただバラバラになった。久々にあんな悔しい思いしましたけどね。調子がいいだけにやっぱそう思うんでしょうね。まあ、受けたって終わりだもんね、昨日ね、ついてたって、そうなんですよね、あれならもう自分のタイミングっていうかね、やった方が良かったと思ったんで、まあ、だから今日はその分ですよね、絶対にどっかで見せ場作る、あんま見ずに、まあ、こんだけ、まあ、細切れですけどね、やっぱ単走で位置取りがシビアになってきますけど、正直、そこまでしなくてもいけると思ってたんで。足的には、まあ、その通りになったんで、じゃあ、まあ、小さくガッツポーズしてみましたすげえなんか言わなかったとはいえ明日はもうちょっとでっかいガッツポーズを見られるようにもう本当に待ってる勝負が、まあ、そうですね、まあ、チャンスだと思うんで頑張ります。頑張る、はい、また来ます。はいまたあの来てもらえるように頑張ります。まあ、やっちゃうかも。